行くがいいモンスターたちよ。お前たちの使命は赤き玉の島を見つけ出すことだ。バダモス様、赤き玉の島を見つけるためモンスターどもに世界中を調べさせます。赤き玉の島に眠る赤の神殿か。あのティアラを赤の神殿へ連れて行けば伝説の竜がよみがえる。その前にやらねばならぬことがある。アベルの金の鍵を奪え。はしはしねえドドンガ、バラモスの背中から生えてるあの管は何なの？ドドンガ知らない。バラモス様秘密たくさん。ひょっとしたらバラモスの弱点だったりして。え、何？独り言。おい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 、わー、覚えててくれたのね。ありがとう。どうしたのその顔、傷だらけじゃない。こいつモンスターの羽むしってつつかれた。そう、悪いことしちゃったわね。ティアラ、それで何作るの？内緒。素敵なものよ。ありがとう。ダメよマダミちゃん、ね？絶対にここから抜け出してみせるわ。え、何？え？いえ、何でもないの。今日は本当に助かったわ。またたくさんの材料頼むわね。何？そんなこと言わないで。材料がなくちゃいいもの作れないじゃない。ね？お願い。おいおいおい。多くティアラの歌好き。ティアラ歌ったら頑張る。じゃ、ちょっとだけ。あふれる日だまりの中へ、口喧嘩振り返す、肩を光らせた二人を、どうもありがとう。使ってもいいってさ。へえ、そいつは助かるな。もこち、もこち、もこちだ。あれ、あれ、どうした、どうした。いや、おら、いつもこんな役じゃねえかよ。女の私に力仕事をやれっていうのか。都合のいい時だけ女女って言ってよ、まったく。ほら、腹減って力が出ねえよ。なんか食いもんねえのか。自分の腹の肉でも食ったら、タコみたいに。だって、もうやめたやめた。しょうがないな。じゃあ、ほら、これを食え。え？ん？ん？おっちょ、力がみなぎってきたぞ。あー、もう待って。これはもしかして力の種では。お前、どこでそいつを。グリーンラッドの吹雪の中でオイラを助けてくれたおじいさんにもらったんだ。そういえば、あのおじいさんヤナックのこと知ってたな。何？そうか、あのじいさん、シャレたことしてくれちゃって。うわ、来た！到着！もこっち！魔法の種も残り少なくなったな。なあヤナック、海峡の門へはあとどれくらいかかるんだ？まあ、半日ってとこね。海峡の門、確かあの地図では竜伝説が眠る最後の場所。おし、あれは海峡の門、バラモス様。
青い竜の方には何もないようだな。ただの飾りか。もし赤き玉を門の頂に捧げよう、竜の伝説が現れるであろう。むひょほほ、あそこか。なるほど、ティアラを連れてこい。離してよ、離してったら。ティアラ、海老人、相変わらず口の減らない娘じゃ。やり、やだ、離して。いやよ、こんな高いところで何をさせるつもり。むしゃ、なんと。あっ、教え。なるほど、伝説の竜にはこのような秘密が。これは世界征服に利用できるな。やりました、バラモス様、お喜びください。ん、なんだこれは。おお、エスターク、凄まじい怒りのエネルギーがエスタークに充満しておる。ねえ、早く下ろしてよ。わー、いかがなされました、バラモス様。足をお待ちください、私はまだここに。ムーアへ走り、貴様と悪デーモンは金の鍵を奪え。わしはエスタークに戻る。カヒ、エスタークへなぜまた突然。よいな、ハシ。またしても先を越されちまったようだな、バラモスに。俺たちに竜伝説を教えないために石碑をぶっ壊したってわけね。いい性格してること。くそ、ああ、結局何もわからずじまいか。ほら、急にまた腹減っちまったよ。文句言うんじゃない。だいたいオラは人一倍体がでかいんだから、みんなと同じ飯じゃ足りるわけねえんだよな。たく、扉だ。モコモコ、よく見つけたな。俺は最初からここら辺が臭いと睨んでただよ。この扉、金の鍵で開けよう。ってことは、ここへはバラモスは入ってないってわけね。やれっち。アベル、早く金の鍵を。ああ、行くぞ。足元に気をつけろ。たく、攻め階段だな。もっと広く作れなかったのかよ。お前が太りすぎなんだ。いや、この人が気にしてることをあっさりと。なんだ、行き止まりじゃないか。ここは石碑の真下あたり。そうか、上の石碑はここから地上に突き出たらしいな。何にもないじゃないか。見事に空振りだったみたい。なんだよ、くそ、そんなバカな。アベル、どな、えの、これ水だ。水？縦にたまるなんて根性のひん曲がった水だ。これはきっと噂に聞いた記憶の水よ。記憶の水？こいつはついてるぞ。あそこを見て。記憶の水はね、その水面に映したものすべてをずっと記憶してるわけ。ということは、
上の壊された石碑。そうか、石碑は地上に出るまではここに立っていたんだよな。その間ずっと文字の書かれた部分がこの記憶の水に映っていたんだ。ピンポーン。へえ。で、なんて書いてあるんだ。赤き玉竜をよみがえらせり、青き玉竜を封印させり、青銅の年赤の月竜の日に生まれし者を二つの玉の継承者とす。アベレのことだ。悪の大魔王現れし時、二つの玉は弱き光のままなり、愛と知恵を磨きし時、赤き玉竜をよみがえらせ、正義と勇気を磨きし時、青き玉竜を眠りにつかせるなり。つまりアベルが成長して真の勇者にならなければ青き玉は何の役にも立たないってことだろ。それは前にも聞いた。みんなオラたちが知ってることばっかじゃねえかよ。まあそう慌てなさんだ、まだ後がある。くれぐれも竜を侮るなかれ、竜怒りし時、竜怒りし時大地を焦がし海を飲み込むなり。なんだって。信じられん、竜がそんなことを。どうしたアベル。アベル、まさか記憶の水が。昔に戻っていく。オイラ、時を遡っているんだ。神々が世界を支配していた遥か昔、良き神々と悪しき神々の間に大いなる戦いが起こった。誰だ。戦いは果てしなく続き、大地は裂け、森は焼かれ、大海は干上がった。その時、全能なる神は激しく怒り、地上に竜を使わした。竜はたちまちにして戦いを鎮めた。だがその後も竜は暴れ続け、その大いなる力によって世界は滅亡の危機に瀕してしまった。その時、良き神々は赤と青の二つの玉を作り、その力を合わせ竜を封じ込めた。竜を眠りにつかせることができる青き玉、その青き玉を守るのが良き神々の子孫にして勇者の血筋、我ら愚狼族の使命。我ら愚狼族。じゃああなたは。まずい、ギラなんだろう。しっかりしろアベル。そうか、竜を見たのか。ああ、あんな恐ろしい化け物、見たことがない。やっぱポポタの言ってたことは本当だったんだな。
伝説の竜って言や、オイラの村では世界を滅ぼす破壊の神ってみんな口に出すのも怖がってるよ。竜が世界を滅ぼす神？まさか、オイラたちの村じゃ竜は大昔から天地の守り神として称えられているんだぞ。だけど村じゃみんなそう言ってるんだ。でもどうしてアベルは大昔に戻って竜を見れたんだ？それは多分記憶の水を飲んだせいよ。記憶の水がアベルの体に流れている祖先の記憶を掘り起こした。守りの神と破壊の神、竜は二つの顔を持ってるってわけか。もしバラモスが破壊の竜を蘇らせたら、よえらいことに。そんなことはオイラが絶対にさせない。まあそう熱くなりなさんなって。で、こいつはどうする？あれ、金の鍵を使うの。あ、そうか。これは人間の骨だ。そっちはなんだ？地図？竜伝説のアリカが書かれた新しい地図だ。やったじゃないの、アベル。これさえあればバラモスよりも先に竜伝説の秘密を知ることができる。やれやれ、また旅が始まんのか。宝石も手に入ることだし、私としちゃ大歓迎。うん。他に道はなかったのかよ。仕方ないだろう。地図によると次の目的地はあのテイル大陸のドランの都なんだ。ドランの都？そう、竜伝説を解く手がかりのある亡霊の島へ渡るにはドランの港より旅立てと、この地図には書いてある。ドラン。なんだあれは？あれはバラモスのモンスターだぞ。ひょ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 、奴らを皆殺しにしろ。そして金の鍵を奪うのだ。よりによってこんなところで。急げ、あそこまで走るんだ。君の遠出は不覚を取ったが、今度はそうはいけん。どうかな。この角の霊は貴様の命で払ってもらう。ちょっ、狙いは金の鍵か。取れるものなら取ってみろ。これじゃキリがねえ。宝石を拾う余裕もない。奴ら、俺たちが疲れるのを待ってるってわけね。メラ、ギラ、バキ。逃げ道もなしか。みんな急げ、ロープが切れるぞ。何？え？落ちろ、落ちてマーマンの餌となり。今だ、走れ。逃がすものか、ロープを切れ。
海峡の門の竜伝説によれば、竜には世界を破滅させる力があるという。一体どういうことなんだ。早くドランの港から亡霊の島に行かなければ。よし、ドラクエするぞ。